ただいまから、また政府としてもそうした遅くとも来年の1月までには原子炉を低温停止させ、そして放射能の放出をほぼなくするということで安定化させていきたい。原子力行政全般に関して、長年の原子力行政の在り方を根本的に見直さなければなるというふうに思っております。私は本当にこの日中間、もちろん日韓間ももちろんですが、絆が深まった、あるいはもっと絆が深まる、本当にそういう形につながっていくだろうと思っております。そういった意味で、感謝を申し上げると同時に、これからの日中関係がより良いものになっていく大きなステップであると、こう認識いたしております。